食前に飲むだけで痩せるドリンクをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのドリンクを食前に飲むだけで痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきます。痩せるポイントです。3つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もう私はですね、腸活の専門家ですから、もう毎回このね動画チャンネルを通じてお伝えしていることがあるんですね。それはもうどんなにいろいろダイエットを頑張ったとしてもなかなか痩せないんです。先生どうしてって、私とこう何が悪いんですかっていうねご質問をよくいただくんですけれども、もうお答えするのはもう一つ、まずは腸内環境を整えていきましょうねっていうことを必ずお伝えしてるんですよね。そうすればあなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。そこを無視していくら頑張ってもですね、その先に待っているのはもう悲しいかなリバウンドですよ。一時的に痩せたって嬉しくないですよね。何のために痩せたいのかが大事ですよね。痩せた先にあるあなたのその理想の姿をやはり手に入れるための手段がダイエットなわけですから、そこをやはりしっかりとですねベースとしてお持ちいただきたいなと思うんですね。そのためにはやはり健康的で綺麗じゃないとねいけないわけです。その鍵がこの腸内環境ということになるんですよね。どういうことかというと、腸内環境が良いというのはあなたの腸内細菌、腸に住み着いているその細菌たちのそのバランスです。種類であったり数であったり合う合わないがあるんですけども、そういったものをこうトータル的にですね整えてあげましょうねってことなんですね。そのためにはいろいろ方法があるんですけれども、一番コントロールできるのはやっぱりね食べること、飲むことになります。で、今回のテーマはドリンクですが、飲むことに集中してお伝えしていきたいと思います。このドリンクを飲めば腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがね喜ぶんですよね。わーやったーって、餌が来たってね嬉しくて、その餌を食べていつまでもあなたの腸内に住み着いてくれる、そういった環境をあなたご自身の力で作っていきましょうねっていうことです。では2つ目です。代謝を促進してくれます。これも嬉しいですよね。いかがですか、私もね、アラフォーですけれども、年齢とともにもうどんどん代謝って落ちるから太りやすくなってしまうわけですよね。加速するわけですよ。その体重が増えてしまうのをやっぱ加速させているのがこの代謝が落ちていくからなんですよね。ただここで諦めないでいいですよっていうことです。代謝が落ちるようであれば代謝を上げる工夫をすればいいわけです。もちろん運動も大事、筋肉量も大事ですけれども、ここではこのドリンクを飲むことで腸内環境を良くして、結果そういったその食材が持つ効果を使ってあなたの代謝を上げていく。そうすればいろいろなそのカロリーを取ったとしても、そもそもその燃やす力ですよね、カロリーを燃焼できる、そういった力をつけていくというのもポイントになってくるんです。では3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるんですよ。これもありがたいですよね。やはり食べればですね、もうある程度の大なり小なり脂肪は溜め込んでいくわけなんですが、やはり取ったカロリーよりも使うカロリーが多ければね、そもそも太らないですよね。こういった溜め込む脂肪をエネルギーとして使うわけですから、溜め込まずに済むんですけれども、なかなかそれが今までいろいろあって、もしかしたらあなたもストレスが原因で暴飲暴食をしてしまったり、どうしても眠れなくって、そこが結果太る原因になっていたり、いろんなね原因があって太ってきてるわけです。そこをやはりしっかりとその蓄積してきた脂肪を放っておいてはですね、いつまでたっても痩せることができませんよね。また
体重の質も大事ですよね。あなたの増えた体重が水分なのか、それとも便ですよね。便通が悪くて便の重さで太っているのか、もしくは溜め込んできた脂肪で増えているのか、その増えた体重の質ってすごく大事ですよね。水分や便は出ていて排泄してしまえばいいんですけれども、脂肪はそんな簡単にはですね体外に出ていきませんよ。そのためにやはりそもそも溜め込んできた脂肪を燃やしていく、代謝を上げること、そしてそもそもこれ以上その脂肪を溜め込まないようにしてあげるっていうのもとっても大事になってくるんですね。では項目の2つ目に移っていきましょうね。何をということで、今回食前に飲むその痩せるドリンクの材料となるそれぞれが持つ痩せ効果について詳しくお伝えしていきたいと思います。まずは1つ目、3つドリンクご紹介するんですけれども、そのうちの1つ目は大豆製品を使っています。こう大豆ってすっごくね痩せ効果が高いんですよ。見ていきましょう。先ほど冒頭でお伝えしました腸内環境を整える効果がある、しかもイソフラボンが豊富なので、これは女性にとってはもうとっても大事な効果になるんですよね。なぜかというと、女性ホルモンがやはり体重の増加を抑えてくれている、大きな役割をねしてくれているものが年齢とともに減るわけですから、そこを補うためにはこの大豆を摂ることでイソフラボンも摂ってしまいましょうということです。そして食物繊維も豊富ですよ。これは先ほどお伝えした腸内細菌たちの痩せ菌たちの方、善玉菌たちのもう大好物の餌となるのがこの食物繊維なので、ここでしっかり摂ってあげましょう。そして高タンパク質です。これすごく良質なタンパク質なんですよ。消化吸収がねしやすい、低カロリーのタンパク質になります。そして大豆オリゴ糖も入ってますから、このオリゴ糖も善玉菌たちが喜ぶ元になります。そして嬉しいのがコレステロール値も、ね、下げてくれる効果もありますし、そもそも使う材料の豆乳なんかはコレステロールゼロになりますから、安心して召し上がっていただきたいと思います。そして今回その大豆製品いろいろありますけれども、使うのはきな粉になります。このきな粉ってすごいんですよ。さまざまな大豆製品の中で一番食物繊維がね多く含まれているんです。大さじ1杯取るだけでも 2.7g も取れてしまうんですよね。これかなりですね大きい数字なんですよ。そして高タンパク質です。たったの大さじ2杯で1食分に必要なタンパク質の半分の量、10g がもうあっという間に取れてしまいますから、ここを味方につけてしっかりとタンパク質を取れば代謝も上がりますから、きな粉の力を借りていきましょうね。そして女性のあなたにはもうぜひここ押さえていただきたいポイント、先ほど大豆製品の中に女性ホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンを取りましょうねとお伝えしましたが、その女性ホルモンというのはエストロゲンのことです。でこのエストロゲンが私たちがねあるからこそ脂肪を燃焼してくれたり、内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また悪玉コレステロール値まで抑えてくれるっていう、こんなにね一生懸命今までね働いてくれているこのホルモンが年齢とともにどん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 ゼロに近くなっていくわけですよね。そこをしっかり補うためにも先ほどのきな粉を使うと丸ということになるんですよ。そして今回は無調整豆乳も使うんですけれども、効能は今までお伝えしたのと被りますので、ここでは省きたいと思います。そしてこちらは黒ごまになります。脂肪の蓄積を抑えてくれたり、しかも血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあります。なのでこのドリンクに黒ごまもしありましたらぜひ入れていただくと、さらに痩せ効果がアップします。この血糖値の急上昇を放っておくとですね太ってしまうんですよね。なぜかというと血糖値の急上昇しているこの間に脂肪がどんどん溜まるわけですから、この上がるこの幅を抑えることができれば必然的に脂肪の蓄積も抑えることができるということなんですね。でまた脂肪燃焼効果も高いアントシアニンが含まれています。なので白ごまよりも黒っぽい色の黒ごまの方がこのアントシアニンが入ってますから使っていきましょう。そして食物繊維も豊富に含まれていますから、痩せ菌たちのここでも餌になることができますので、どんどん痩せ効果がアップすることができるんです。そして最後の材料はこちらです。
蜂蜜も使います。でこちらはお好みで結構です。きな粉自体がかなりね甘みを含む食材ですから、自然のきな粉の甘みでも十分美味しいですっていう方もね、実はコメントいただくぐらい多いんですよね。ただちょっと飲みやすくしたりですとか、少しねこうラテ系のこうデザート感覚でちょっと飲んでみたいなっていう方には、甘みは白砂糖を使わずにぜひこの純粋のピュア 100% 無添加のできれば国産の蜂蜜を使ってみてくださいね。蜂蜜はすごいんですよ。脂肪燃焼効果、アミノ酸が豊富ですからあります。また腸内環境を喜ぶオリゴ糖やグルコン酸も入っていたり、脂肪燃焼効果のあるポリフェノールも入っていますし、何よりも栄養がたっぷり含まれていますから、ダイエット中ですね、栄養不足になってしまってはもう元も子もありません。どんどん太ってしまいますので、栄養価もしっかりと蜂蜜を入れることで取っていきましょうということになるんです。では食前に飲むだけで痩せるドリンクの一つ目はこちら、腸活きなこドリンクです。でこちら詳しい痩せ効果であったり作り方であったり実演の動画が見れたりっていうのは、実はもう別動画でご準備してもう以前アップしておりますので、さらに詳しく見てみたい、作ってみたいっていう方はこの動画見終わりましたら、そちらの動画をご参考にしてみてくださいね。この動画ではざっと材料だけお伝えしていきたいと思います。一人分です。もう完全のそのできれば国産大豆を使った良い、まあ、オーガニックとかね、そういった豆乳を使いましょう。無調整の豆乳ですよ。お砂糖だったり人工甘味料であったり香料とかね、余計なものが一切入っていない豆乳を選んでください。それが 150ml です。そしてきな粉もできれば国産大豆、遺伝子組み換えではないものを選びましょうね。大さじ2杯。そしてこちら黒です。黒すりごまを小さじ2分の1ご準備ください。こちらもできればオーガニックであったり国産のごまがおすすめです。そして最後、蜂蜜は小さじ1杯。この材料を混ぜて飲むだけになりますけれども、まあ、ちょっと飲み方とかね、ポイントがありますから、別動画でご必要な方はご参考にされてみてくださいね。ではどんどん参りましょうね。痩せるドリンクの2つ目の材料はこちらです。レモンを使っていきます。レモンってね、もう私も爽やかで大好きなんですね。私が普段このレモンを使ったドリンクというのは、あの無農薬とかこうワックスとかこうカビのそういった防腐剤がこう無添加のレモンのスライス、冷凍でイオンさんでですね、トップバリューさんで売ってるんですよね。そういったレモンスライスを使うこともありますし、こちらもまたイオンのトップバリューさんで買えるオーガニックのイタリアのですね、シチリア産のレモン果汁を使った、こういったグリーンの、ね、瓶に入ってるレモン果汁も私は気に入って使っていますし、もちろん別にその近くにイオンがない方も、そういった無添加のですね、香料とか甘味料が入っていないようなレモン果汁を選んでくださいね。でレモンというのはですね、脂肪の吸収を抑えてくれるあのフィトケミカルっていうね、あの成分があるがためにですね、この効果も高いですよね。そしてクエン酸の効果がやはり一番大きいなと私は個人的に思っています。このクエン酸を取ることで、あなたが例えばそうですね、こう太ってしまうようなお菓子であったりポテチであったり、まあ、脂っこいもの甘いものがどうしてもやめなくって、どんどん最近食べてたなっていう時は、あなたのお体のですね、その体質が酸性に傾いてしまっているんですよね。でこれがまずいわけです。酸性のままですと、あなたの体の機能がきちんと機能しない、まあ、内臓が動かないとかね、そういうことになりますと太ってしまうわけです。そこをしっかりと痩せ体質の方は、じゃあどんな体質なのかというと、常に弱アルカリ性なんですよね。なので太ってしまう酸性の体質から弱アルカリ性に戻すためには、このクエン酸を含んだものをさっと飲んだり食べたりするのが一番いいわけです。でいろいろあるんですけれども、今回はこのレモンを使っています。そのことであなたは痩せ体質へと生まれ変わるきっかけとなる、その弱アルカリ性へとね、このレモンを使って変えることができるんですよね。でまたビタミン C はもう有名ですよね。レモンといえばビタミン C もしっかり取れて、ストレスケアにもなりますから、結果暴飲暴食を防ぐこともできますし、またむくみの改善、カリウムも入っておりますから、見た目もキュッとね、むくみ改善をしていただいて、小顔とか、まあ、下半身のこうタプタプしたむくみとかもですね、ここで改善していただけるのがレモン効果になるんです。
はい、そしてこのレモンを使った時に何を使うかと言いますと、これ最後の材料なんですけれども、お白湯、まあ白湯ですね、まあ、簡単に言いますとお湯のことです。熱湯よりもちょっと人肌にまあ冷ましていただくぐらいのちょっと飲みやすいお湯も、熱々じゃなくてですね、お白湯です。で、白湯はですね、もう奥が深くて作り方こだわりますとあのキリがないので、もう簡単にここではもうお湯でいいと思います。お湯、まあ白湯ですね。で、白湯を飲むと内臓がまず温まるんですよね。そうすると内臓の働きが活発になって、結果代謝が上がるんですよ。そしてその結果脂肪を燃焼する効果も上がる。そしてまた内臓が活発になるということは消化吸収も良くなりますし、そして代謝も継続的にアップすることができるんですよね。そしてデトックス効果も上がりますから、余計な体内に溜め込んできたもうゴミですよね、もうそういったのをバーッと一斉にですね、さよならってしてあげる効果も大ですし、こちらもむくみ改善効果もありますから、こことレモンをセットにすることで痩せ効果をアップすることができるんですよ。はい、では2つ目の痩せるドリンクの材料をお伝えしていきますね。で、このメニューレモン白湯なんですけれども、これも詳しくお伝えしている動画が別にありますから、ご必要な方はそちらをご準備していますのでご覧ください。で、ここではまた材料だけお伝えしていきますね。お一人分です。お湯、まあ、白湯のことです。お湯を 200ml、 そこにレモン果汁、これ無添加でお願いしますね、を大さじ1と、お好みで蜂蜜も入れていいです。先ほどお伝えしました材料ありましたよね、きなこドリンクの時に、あの時の蜂蜜、まあ、お好みでいいです。いらない方は入れなくてもいいです。私はレモン白湯の時は入れません。こうさっぱりとね、あのしたいので、甘いのはいらないなと思って、きなこドリンクの時は時々入れますけれども、レモンサイドの私はもう蜂蜜は入れてないんですが、飲みづらいなっていう方は、まあ、蜂蜜もダイエット効果がありますから、小さじ2分の1程度少量入れてくださいね。蜂蜜はやはり飲みすぎ食べすぎになりますとカロリーがね高めなので気をつけていきましょう。以上の材料をよくかき混ぜれば OK です。ではいよいよ最後3つ目のドリンクはこちらを使います。リンゴ酢になります。で、私はもうリンゴ酢を使ったドリンクやレシピもいっぱい実はもうご準備しておりますので、もし、あ、先生まだ見てないです私っていう方はそちらの動画もご参考にしてみてくださいね。で、今回使うドリンクの材料はリンゴ酢なので、ちょっとここでおさらいします。脂肪燃焼を促進してくれる効果があります。で、また基礎代謝もアップして、その結果脂肪がつきにくくなります。そして血糖値の急上昇をね、リンゴ酢ってぐっと抑えてくれる効果があるので、その間結局ですね、血糖値の急上昇がイコール太る原因なわけですよね。そこを抑えてくれるっていうことは脂肪の蓄積をその間溜め込まずに済みますから、結果痩せ効果がアップしますよってことです。はい、そして、まあ、リンゴ酢といえばお酢なんですけれども、お酢っていろいろありますよね。黒酢であったり純米酢とかもお米のねお酢とかいっぱいあると思うんですけれども、なぜ私がリンゴ酢をおすすめしているのかと言いますと、とにかくですね、数多くあるお酢の中でリンゴ酢が一番この酢酸という働きが強いんです。そうするとあなたの腸がですね、すごく元気になって、蠕動運動ですね、もうどんどん老廃物を出してくれたり便を押し出してくれたり、もう腸がこうピッカピカにね、もうお部屋がこうわー綺麗っていうあんな状態になるんですよね。そういった状態にする効果が一番高いのがこのリンゴ酢。そしてまたリンゴ酢は次です、満腹感を得やすいので、暴走するその食欲をですね抑えてくれる効果も大きいんですよ。これはもうね、味方につけた方がいいと思いませんか。そしてこちらもむくみ改善効果がありますから、カリウムが豊富なんですよね。そうすることでむくみを改善することもこのドリンクでも可能です。ではここで最後レシピをお伝えします。で、このレシピも別動画でリンゴ酢を使ったドリンクということで、リンゴ酢のお湯割りという形でお伝えしております。まあ、お湯割りイコール白湯ですから、まあ、リンゴ酢白湯のことですね。材料1人分です。お湯を 200ml に対して純リンゴ酢です。無添加のリンゴ酢を選びましょうね。もういっぱい添加物入ったリンゴ酢ってあるんですよ。例えばアルコールとか
香料とか、またもう余計なあの甘味料、人工甘味料ですとかお砂糖とかですね、そういった、まあ、ブドウ果糖と液糖とか、そういうこうなんだろうこれっていうようなね、余計なものが入っているのは買わないようにしましょう。ダイエット向けではないです。ではどういったリンゴ酢が良いのかと言いますと、原材料名をチェックしていただいて、たった一つだけでできているものです。それは何かと言いますと、リンゴ果汁 100% 国内製造とか、国内のリンゴ果汁とか、できればオーガニックとか無農薬とかね、有機のリンゴ果汁とか、そういった良いものをやりましょうね。せっかくですから、そんなにね、あの大量に一日飲めるものでもありませんので、ぜひね良いものを選んでいただきたいなと思います。それを大さじ1ご準備してください。そしてここもお好みです。蜂蜜をお好みで小さじ2分の1杯程度入れますと、ちょっと飲みやすくなると思います。酸っぱいのがお好きな方はね、このまま蜂蜜入れなくても OK です。いずれの材料を混ぜるだけで完成です。詳しい作り方やもっと効能を知りたいっていう方は、リンゴ酢のお湯割りという動画をご覧くださいね。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、効果的な痩せる飲み方と注意点についてお伝えします。ぜひお守りください。こちら効果的な飲み方ということで、まずは冒頭でお伝えしました通り、食前に飲むだけで痩せるという効果が高いドリンクを今回3選選んで3つご紹介しましたね。いずれのドリンクも食前にまず1杯飲んでください。そして目安はもう多くても2杯までにとどめましょうね。どんなにいいものも飲みすぎてしまっては逆効果ですから、この量を守っていきましょう。そしてできれば効果を実感することができるのはまあ個人差がありますが、だいたいその体質改善という意味でも12週間ほどは毎日おいしく、その種類をね変えてもいいんですから、順番でいいんですから、まずはもうコツコツ続けるっていうのが大事なんですよ。なので目安は12週間まずはコツコツ続けてみてくださいね。そして注意です。あの普段からですね、こう胃がお弱い方とかですね、ちょっと食べ過ぎてもう垂れてるなとか、ゲップが出るとか、そういった方は先ほどお伝えした2つ目と3つ目のドリンク、まあ、レモンサイはまだそんなにね、あの酸性の飲み物で強くはないんですけども、リンゴ酢はねやっぱりすごくね酸性の強い飲み物ですから、胃が逆に荒れてしまう可能性があるので、そういった時はお休みしてくださいね、控えましょう。でまた空腹時、もう明らかにものすごくお腹が空いてる時にいきなりリンゴ酢のドリンクを飲んでしまいますと、同じような結果になりますから気をつけてください。1番目のですね、1つ目のきなこドリンクですとかレモンサヨあたりはまだね大丈夫ですが、リンゴ酢だけはちょっとこの注意点気をつけて差し上げてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は食前に飲むだけで痩せる効果の高いドリンクを3選、腸活の観点からあなたにお伝えいたしました。またこのベースのドリンクになっておりましたけれども、アレンジバージョンもお役に立ちますから、ぜひ別動画でもご覧くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。